宗谷黒牛は、北海道稚内市に存在する、宗谷岬牧場で生産される、日本最北の牛肉の銘柄である。宗谷黒牛は、宗谷岬牧場が生産する牛肉であり、次の3種類の交雑牛に付与されるブランドである。黒毛和酒と父牛の交雑牛黒毛和酒、イコール BBD 牛、黒毛和酒乳牛、イコール BD 牛、黒毛和酒、アンガス酒、イコール BA 牛。 数紙は F1 の BD 牛を道内の家畜市場から調達する以外は自家生産している。出荷規模は年間戦闘頭程度で、内訳は BBD 牛20%、BD 牛75%、BAA 牛5%である。繁殖牛は500といる。全国農業協同組合連合会の安全・安心システム第1号認証を受けた、使用管理。 非電子組み換えとうもろこしの飼料への採用、明文化された生産方針、理念、基準に基づいた飼育を行う。宗谷岬牧場が定める、独自の飼料給与マニュアルに沿って飼育される。北海道遺産である宗谷給料に広がる広大な牧草地で放牧し、手塩町の牛舎を買い取って分譲としている。牛舎は常に換気扇を作動させ、車内の乾燥状態を保つ。 使用期間は24から29ヶ月である。牛はストレスのない環境で育ち、人によくなつく。肉質等級は3等級が6割を占め、5等級になるのは BBD 牛が多い。ぶどうまりは平均61.8%である。北海道畜産公社上川事業所で土地区され、北連農業共同組合連合会を介して、全農ミートフーズ支持シージャパン。 和歌か市のスーパーマーケット3社へ販売される。ほとんどは本州へ流通していくため、道内では知らない人もいる。幻の牛肉である。CGC の取り扱い分は、秋田県のスーパーマーケット、伊徳で小売りされ、同社は創薬老子の最大の販売業者である。全農ミートフーズが取り扱う分は一部、CGC へ下ろされ、残りは、 横浜高島屋や関西の量販店で小売りされ、横浜高島屋では、生肉販売だけでなく、ギフト用にローストビーフに加工して販売することもある。1983年、和歌内市など、宗谷館内7市町村及び7農協が、出資者となり、社団法人宗谷畜産開発公社を設立した。公社は、肉牛専門の直営農場、 宗谷三崎肉牛牧場を開設し、肉牛の飼育を開始した。当初は、アンガス種やヘレフォード種などの日本国外の種を、飼育していたが、牛肉の輸入自由化などを契機に、黒毛和種の交雑牛に転換した。は、金牛というブランド名を使っていたが、1999年頃から、宗谷黒牛の名称を使い始め、2005年9月に、商標登録された。 2007年、社団法人総野畜産開発公社は、生産施設等を、栃木県の農業生産法人株式会社 JET ファームに売却し、その関連会社株式会社総野三崎牧場が営業を承継した。牧場名から肉牛を外したのは、事業継承のタイミングで、落農部門を導入したからである。総谷苦労氏は、 柔らかな肉質と霜降り肉のような余分な脂肪分がなく、コクのある味わいが特徴である。主にステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶ、焼肉などの牛肉料理に用いられる。稚内市内では握り寿司で提供する店も多い。株式会社総や三牧場はクロウ牛を用いた冷凍ハンバーグを製造販売している。 同社のハンバーグは、北の黒牛ハンバーグの商品名で流通し、牛肉以外の材料も北海道産のものを使用する。ABCDE 須藤2010、P41、ABC 須藤2010、P44、ABCDE 須藤2010、P42、AB、稚内市、株式会社総や三崎牧場。層や黒牛がうまいわけは、 ウェークアップ北海道2021年5月15日閲覧 AB その他のグルメ最北の町家内観光情報稚内市建設産業部観光交流課2021年5月15日閲覧須藤 2010P43 須藤 2010P4446ABCD 編集部総薬老氏は 日本最北の牛肉ブランド。北海道ファンマガジン。2021年5月15日閲覧。須藤2010、P44、48。須藤2010、P44、47。須藤2010、ピアニッシモ、41から42。ありがとうございます。